カキンゲームズ。ビン、ハロー YouTube。ヒカキンゲームズ with Google Play へようこそ。どうも、ヒカキンと。はい、マスオです。ダメですよ。PDS です。ということで、パート3。今日で家を完成させます。よし。いや、でもこれは楽しい。ハマるね。ねえ。何作ろうかちょっと考えますね、今度。いつかさ。で、家じゃなくてもいいわけだもんね。そうだね。家じゃなくても全然いいし。ヒカキンタワー作ろうよ。お。あ、でもこんな低くても歩けるんだもんね、別にね。ちっちゃいから我々。え、上向きに作れるの？ポコポコポコって。屋根？うん。がね、それがね、ちょっと。上に乗らなきゃいけないんだ、乗らなきゃいけないんだよ。どういう屋根にしようかな。ほんとほんと、浮いて。結構大きい屋根になっちゃうかもしれないな。え、普通に上を閉じるだけじゃなくて。あ、上閉じるだけでもいいし、三角にするのとか、本当は三角形にするには、ポコ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 ってしてるわけでしょ。だんだんじゃあ、そっか、そういうことか。そう。で、俺のところ、ちょっと今、俺見える？見える見える。ああ、やっぱそういう流れなんだ。あ、来た、置ける。そう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 。ここなんか開いちゃってるとこ何なんだ、これ。あ、そこにもう、あ、ベランダ作るのか。そう、ベランダというか、そこ入り口作りたいから。そっか、じゃあここは置かずに、とりあえず。これ、PD 邪魔くさ。だからそこだけなんか、うまくやって。まあまあ、今言う。ここシンボルマークだから、M が難しい。M が難しい。一人だけ。一人だけ全然違うね。いや、それもまた味があっていいよ。あれ、PDS 消えちゃったよ。僕がいない。せっかく。せっかく M 作ってたのに。PDS が、お亡くなりになりました。てれりゅー。お、すごいすごい。あ、結構いい家だよ。外から見ると。てか、最初にしては結構頑張ってるよね、これ。いや、かなり頑張ってるよね。ね。ちょっと頑張りすぎたかな。いや、大丈夫です。こんくらい練習が必要です。あ、なんか来たよ、一人。ジョインってなった。あ、でも結構、いい感じでうまくやってるんじゃん。俺全然できなかったよ、最初。つかめばでも、あれなんだろうね。サクサクいけんだよね。ちょっとね。これは何なんだ、この上の謎の物体は。これ崩すよ、こっち側。これ関係ないよね。結局この赤いのも消していいの、これ。結局これ手間になってるっていうね。それも消していいよ。今、橋を作って。どこにですか。いやー、結構大きい家作っちゃったのが問題だったね。これで上だからあれでしょ、つぼむまでってことでしょ。そうで、頑張りすぎたね。その PH で止まってっからね、そっち上に M 作る。それでもう飽きて橋作り行っちゃったからね。じゃあ屋根まで完成したら遠くから見てみよう。俺この PD のところを H と P を、はい、ガラスでこう埋めてったら、おお、おしゃれじゃない。いいね。あ、なんかね、こういう地味に同じ作業を繰り返すみたいなのは大好き。いやでもこれは奥が深いから、まず上手い人のプレイとかも見てみたいね、今度ね。本当上手い人すごいもんね。そう、なんか作り方とかも多分効率のいいさ、作り方とかすごい。お、できた橋が。橋ができました。わぁ、え、どこのこと言ってんの。みんな登ってよ。俺が一生懸命作る。あぁ、落ちちゃった。うわぁ、この一本橋、その上にある一本橋。みんなで登って。これって一回落ちてもう一回高く上がんなきゃいけないの、これって。もう一回この高さを上げるっていうのはできないのかな。あ、できるできる。あ、できるの。一回こう押して、うん、あの、こう押しつつ上を押せば。あ、おー、エレベーターだ。で、上に行ったり、下に行ったり。ほんとだ、すげえ。で、こう、なんか橋、土地にボコってやつなんかあるんだけど、トラップみたいなやつ。トラップ。あ、降りた。これでしょ。お、すげえ。一本橋渡ります。一本橋。え、でもこれアトラクションみたいなの作れるね、頑張れば。そうそう。渡れるかやろ。あ、マスク外したぞ、おい。うわぁ、ジャンプしていこう。おぉ、あ、飛んじゃった、飛んじゃった、飛んじゃった。下がって。うわぁ、ダンテが見えてないから、何やってるかさっぱりわかんないっていうね。おぉ、歩くの早い。あぁあぁあぁ。もう自由だ。もう自由になっちゃった。あぁあぁ。じゃ、あれ、これって、ジャンプし、あ、これ切り替わっちゃってんのかな、これ。あ、これ今もう浮いてるから。そうそうそう。どこまであんだ、この橋。なんか燃えてるよ、これ。溶岩みたいなやつ。あ、溶岩出した、うん、あ、これは、レッドストーンって言って、また違った扱い方ができる、あの、やつなの。本当はこのレッドストーンってやつも、掘って手に入れなきゃいけないんだけどね。あ、そっか。サバイバルとかだと。橋が終わりそうだ、ここで。待って、こっから見れば家見えちゃうってことだな。振り向いて。そうだ、あ、見えない。離れすぎてる、もう。お、お、みんなが見えてきた。ちょっと感動する、これなんか。お、すげえ、ほんとだ。ちょっとずれて。おお、あ、こんな感じか。結構できてるでしょ。すげえ、PH。上に M。ガラスがなんかこれもデザイナーズマンションのような、これ。ちょっと結構、思ってたよりいいね。で、ダンテは周りにこの天空まで行ってるやつをぶち壊す役ね。お、
てか屋根がすぼまってきてるね、これ。そうだよ、今。やってました。上に M、M、見てみん、上。ほら、M、あれこれ、どっから見ると M になるの、これ。いや、こっちから。あ、こういうことね。いや、頑張ったね。何かが足りないな。M、なんか他の、屋根できたからさ、他の角度に置いてよ。あ、じゃあ、P の反対側、わかる？ OK。H がこっちにあるから、これわかるかな、うん、反対側ってあるよ。この、こっち、意味わかる？ここ、ここ。あー、こっちに。そう。あ、やべ。落ちたー。マスオさんが、マスオさんが登ってきたー。登ってきた。あとはここにガラスを作ればいいのか。で、こっちベラ。何この家、やばダンデ君が上でなんかね、俺ら頑張ってたんだよ。ちゃんとできてる、できてる。え、これ入れんの？入れるよ、入れる。ちゃんとドアあるから、ドアから入る。すげえすげえ。あ、でもこっちのベランダのところもちょっとなんかじゃあ作ろうか。そうだね、マスオさん、ちょっと俺とダンテでじゃあ入ろうか。ダンテほらこっちから入れるよ。じゃあダンテが入るところ俺見てるわ、これね。感動的な。え、これドアじゃない方から入れる。あ、ドアじゃない方も入れるけど、今ドア作るわ。こっちにあるから。行くぜ。あ、来た来た来た。こっちこっち。ヒカキンさんの新居に来ました。お邪魔します。劇的ビフォーアフター。てるるって何もなかった。どうぞ見てください。何もなかった。なんということでしょう。あの山のてっぺんが。お、自分で開けられるんだ。何もなかった。開けられる、開けられる。てっぺんが。お、PJS さあどうぞ。我々の家。お邪魔します。入った入った。気持ち悪い。ピンクの家に生まれ変わりました。え、これジャンプしないと入れない系。え、ここ段差いるのかな。多分でも滑らかになるやつとかな。あるある。階段階段。 お階段。お、入れた入れた。あ、これだ。おお、でもあれワンルームだね。そうだね。とりあえずワンルームだね。だ。じゃあ俺本当は階段作れたよ。じゃあ俺の部屋。じゃああとみんなのベッドとかさ。俺それもさ、上がさ、これさ、木のやつやってるから継ぎはぎみたいになる。え、これってもう取っても大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。あ、うわ、なんか勝手に作ってる。うわ、崩すぞ。ちゃんと階段。みんなみんなベランダ作ってる。ベランダ。ちゃんと階段。ドアつける。ちゃんとほらちゃんとコーティング部屋っていうか、これ狭すぎでしょ。中に部屋作ってる。これうわあ、なんだ、ニワトリ。誰かニワトリ。ニワトリ。何虐待してんの。おお、すごい。出しすぎ出しすぎ。ということで、でもまあこれくらいでいいや、とりあえずね。練習できた。あ、ベランダベランダ。でもベランダ、おすげえ。おお、住みたいここマジで。すげえ、イエーイ。すごい。まあほとんどマスオさんの力だけど、初めてでここまで作れてすごいな。じゃあ俺地下作ろう。え、そういうのできるわけだよ。できるできるできる。地下。じゃあここ俺の家。で、遠くから見たらさっきの埋めよ PD。 掘り出そう掘り出そう。すごいよこれ。この本当だ。アングルから見ると。入ってみて入ってみて。え、地下？俺の家。俺の家。うおーすげえ。よし、落ちてみます。うわー。え、うわ、どっか行ってる。え、あ、端末で、端末で。これ登れんのかな。端末じゃなくて松明じゃない。どこ。ほらすごいじゃん。なんかこれ止まってんだけど。え、これ登るの大変だよね、めっちゃ。いや、登るのはもう浮いちゃえばいいじゃん。え、で、壁あるけど。松明置いた。あ、そうか、壁もありながら避けていくしかないってことか。そうだね、そうだね。俺の家を。俺の家を。え、じゃあそれさ、横に掘りまくって外出ようよ。うん。え、こっちじゃなくない？おい、面白い。二人とも迷子になってるって。これで出たら、マスオさんがもう仕上げてると。え、なにこれ？なんか牛みたいな。いや、ベビートラップ。牛って消せ、あ、牛じゃん。牛って消せないのこれ。いや、もうね、食べるしかない。あー、怖くない。やべ、なんか押してくるんだけど、この牛。わかんない、これどっちが何だかわかんない。出るって。いや、もう上行くしかない。え、マジで？そう、上行くしかないと思うよ。それか、横に究極に掘りまくって、もうどこまで下まで来てるか分かんないから上行こう。見えない、暗くて。え、端末で。端末で。あ、いた !PDS。あ、じゃあ上掘ってるね。もう。あ、ほんとだ、ポコっていった。あ、ほんとだ、登れるようになった。端末が。端末。松明があって見える。あ、松明で明るくなるんだ。え、もう出んの今。あ、来た！これ出れるかも。お、地上の世界へ、さあ行こう。イエーイ。嬉しい。俺まだ出ない。この穴だよ、最悪の穴。どこに。地下室の、地下室の。もう閉めちゃうか、これ。ああ。じゃあ一応開けといてやろう。結局自分の部屋作るとかってそのまんまだしね、これ。崩す崩す。ああ、おー、地上出れた。うわあ。え、いる。あ、ほんとほんと、ピーチ。え、横から来たの。横から。すげえ。お、すごい。
じゃあちょっと今日はもうこれで完成でいいや。こっち。すげえ。すごい。PH んで、こっちに、あ、M がないぞ。うわぁ !M ないな。M だけ作ろうよ。サイズがでもこれ難しくない？はみ出ちゃうよね。あ、はみ出てもいいのか。それか上に作るか。いや、3個並んでた方がいいね。こっから、あれ浮くんだよね、横にやれば。そうそうそう。あ、じゃあこれで、あ、いけるいける。じゃあ俺もこれ手伝おう。あ、ほんとできたできたできた。ただ M って斜めだから、ちょっと M っぽくなんないかもしれない。あ、大丈夫だよ。これをここに置いて、つかなんかさ、動物がマジでいっぱい。うわ、なんか出てきたし、また。こういう感じで、一つ作っては削ってみたいな。ちょっと、まず四角作ろうじゃん。四角でもやんなくても、もう、あ、そっかそっか。頭いいね。これもう一つ多くした方がいい？四角。大きすぎ？これだと。こんくらいないと多分あれできないよね、真ん中のこういうの。うん。もう一列くらい多分横ないと無理だよね、これ。ほんとに？多分、ちょっとでかくなってもいいよ。はみ出る感じ。 M だけでいけるって。おー、でもすごい見やすい見やすい。あ、これでこいついらないやつか。あ、ここなんか一個屋根が。もう一列増やす？いや、もう大丈夫。大丈夫、多分大丈夫かな。よし、ここも埋めちゃおう。一応じゃあ俺が、はい、さあ、これ、このこの平面の緑がどう M と化すのか。 PDS PDS 建築職人デザイナー任せてもらって。 PDS デザイナー、やばい、これは期待だね。うん、よいしょ。今見定めてます。おおおおおおお、意外とこういうのは得意そうな団体。俺レゴよくやってたんで。おー、あー、そっかそっかそっか。今こういう感じです。やべ、その声は何なんだ。もうこれでいいかな。え妥協するでない。あ、それで下ちょっと削ればいいんだもんね。あ、確かにこうやってやると簡単だね。おで、もう一段、あれ、もう一段、もう一段くらい削っていいね。で、ここに一個、あ、真ん中できないの？真ん中にはできないね。もう一段横に必要だったんじゃない？あー。する？やっちゃうか。じゃあ今、じゃあ俺今すぐ作るわ。作ってる作ってる。作っています、作っています。もはやもう、M がなんか2倍サイズだもんね。P の2倍。よし。で、こっから削ってもらえれば。やるぜ。考えています、職人が。こうして、自分で生み出した。なんかさ、あ、でもこれで上削ればいいんじゃん。ああ、そうか。そうだよ。上ポコって1個。そう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 。おお、もう一つ削る。なんか気持ち悪い。あ、おもう、あ、あ、でもこれ1個削ればいいんじゃない。下1個削れば。下がさ、2個削ればいい。2個削れば。うん。おあ、そこ、あ、そこ。うん、そこそこ。いいと思うよ、これで。これ以上の M は多分もうないと思う。イェーイ !PHM! ちょっと、さ、一周してみるね。うん。遠くから行ってみよう。おお、ここは、おぉ、いいね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 。橋があるんですけど。おこれが、何か霧の奥に何かが見えるぞ。そう。すごい、これで、おっと、お、何かが見える。なんか橋があるんだ。おっと、P と H と M の文字が。そして、あの気色悪い家何なんだ。妙に M の比率がでかい。P の2倍はある、M。ちょっと中入ってみましょうか。中入ってみましょうか。うん。豚も飼ってますから、玄関ではね。階段上がるから滑らかに入ることができます。ポロッ。よーし。で、なんかここに、非常に危険な、地下への落とし穴があり。はい。で、こっちは落とし穴じゃないんだよね。あ、こっちはね、多分間違えて、こっちって。よかったよかった。んで、こうなってて、ガラスがあったと。そうそうそう。すげえ、ガラスがある。ガラスがこうあって、で、上を見るとちゃんと屋根がしぼまってて、で、こっち見ると、なんと P と H の間がね、こうガラスになってるという、非常にめちゃくちゃね、過ごしやすいね。日差しが入ってきてるデザイナーズな感じで。うん、確かに。でね、落とし穴に入るとね、もうこんな感じ。あーってマスオがね、消えてきましたね。このニワトリを落とそうかな。あ、まあいいや。はい、でもこれ、上出来だと思う。いや、結構頑張って作った。一応、ゲーム自体のちょっとした基礎はね、この、家ができるまでに学べましたね。まだまだ前あるんだろうけど。まあ、こういうゲームだよっていうのは最低限分かったんじゃない？二人とも。いやー、素晴らしい。え、俺死んじゃった！ You die！ 誰？相当素晴らしい。そうだよ、ちゃんとね。あ、これマグマあんだ、一番下。そう、あ、マグマある。え？お、ちょっと落ちてみて。わかりました、じゃあこれで落ちて。あ、ベッドか。そう、みんなのベッド。マッサージって感じがする。よし。じゃあ落ちて。どっちかが俺。みんなで落ちて死にましょうか。なんで不吉な終わり方なの。よし、じゃあこれでとりあえず最初のね、基礎を学んだということで、リセット。あれ、そこ落ちた？え、ここでしょ？はい。うわぁぁ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 
いやありがとうございました。とりあえずね、一段落ですね。はい。ああ、よかった。とりあえずこういうゲームだっていうのは分かったね。分かりました。マスオ先生、ありがとうございました。面白かった。勝手に言われてるから面白そうだったよ、すげえ。でも、僕も面白かったですね。面白かった。で、まだこれ始まったばっかりなんで、これから、皆さんのコメントのアドバイスも、そうですね。参考にしながら頑張っていきます。今度もうちょっとね、うまくやれるように勉強しておきます、僕も。本当によかったです。まずはい。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方にあるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらに見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひよろしくお願いします。あとですね、マスオさんのゲーム実況チャンネル、マスオゲームス、そして、ダンテの PDS ゲームスも、この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらも合わせてチャンネル登録、よろしくお願いします。あと、私ヒカキンの Twitter、LINE の公式アカウントに、オフィシャルブログの URL も、この動画の概要欄に合わせて貼っておきますので、そちらも、よろしければフォロー、友達登録など、お願いします。それではこれから、ヒカキンゲームズ with Google Play、ガンガン進めていきたいと思います。Bye. Bye.